南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の49ページの、一生成仏書、一生成仏書ね。はい、じゃあ一緒に読みますね。我が一年を指してというのはね、はい、一生成仏承認のたままく妙法蓮華経と唱え保つというとも、もし古心のほかに法ありと思わば全く妙法にあらず祖法なり、祖法は根行にあらず根行にあらざれば方便なり言問なり、方便言問の教えならば成仏の直道にあらず、成仏の直道にあらざれば多少皇后の修行を得て成仏すべきにあらざるゆえに、一生成仏かないがたし、ゆえに妙法と唱え蓮華と読まんときは、我が一年を指して妙法蓮華経と名付くるぞと深く信心を起こすべきなり、この南妙法蓮華経を唱え信じているとは言っても、もし自身の心を離れて仏法があると思ったならば、それは妙法とは言えず、妙法とは全く逆の祖法となるであろう。そうした祖法はこの法華経の真意と相違するものであり、方便であって仮の教えである。仮の教えであるならば、我々自身が仏になる道ではない。仏になる道ではないならば、無量の年数を重ねたといっても決して成仏の願いにかなうものではない。であるから妙法と唱え蓮華と読むならば、我々史上の一年心を指して妙法蓮華経の灯台であると確知して、深く信心を起こすべきである。最初にですね、先月ですね、先月のところの、前のところ、47ページのですね、この十如是字というところのこの2行目のところにですね、八行という八行の白蓮華にてっていうところがこのありますね。で、2行目のところ、十如是字の、2行目のところ、
八葉の白蓮華にてありけることなりと。あるでしょう。47ページね。それで、このところでですね、私は蓮華の花の額の額が8枚というふうに、皆さん方にお話をしたんですけれども、テレビ見てたらですね、蓮華の花が咲いてるところがこう映ってまして、で風に揺れてこって蓮華の花がきれいに映ってたんですよね。でじーっと見たらですね、どうも額がそんなに何枚もないなと思ってですね、それでもういっぺんちゃんと調べてみようと思って、このいろんな本に、この当たったらですね、そうしたらですね、この八葉っていうのはですね、葉って書いてるけれども、この花びらのことだと、花びらのことを言ってるんだと。で八枚のこの花びらっていうことを言ってるんだと。で八枚の花びらっていうと、じゃあ蓮華の花びらっていうのはみんな八枚かっていうと、品種によってはですね、この八枚に限らないと。八枚のものもあれば九枚のものもあれば十枚のものもあれば十二枚のものもあると、いうことなんですね。で、その蓮華の花びらの枚数のことを言ってるんじゃなくて、このもうお釈迦さんの時代にですね、まあ人間の好奇心というのはですね、そのこの人間の体の中はどうなってるのかっていうふうに、そのこの開いてみるっていうことは、もうこのお釈迦さんの時代、またお釈迦さんの時代よりもっともう昔からこのされてるわけですよね。それでそのこのインドにおいてですね、この亡くなった人のこの体っていうものをこの開いてみるとですね、そのみんなその同じだと。立派な人の体の中も、罪人の体の中も、このみんなその同じようにこの臓器が並んでいると言うんですね。それでこの胸のところをこの開いてみるとですね、この心臓を真ん中に、心臓左の方にありますけれども、この心臓を包むようにですね、その肺がこの心臓を包むようにこういうふうにこのなってるというんですね。まあ肺は2つしかないんですけれども、でその姿がですね、その蓮華の花にこの似ているということからですね、その私たちのこの命のこの体の中にですね、この開いてみると、この8つの花びらのこのちょうどこの蓮華の花がこの体の中に入っているようにこの見えるということで、この八葉の蓮華というふうに、この我が心象の八葉の白蓮華にて、歩けることありけることなりと言うんですね。まあ臓器は白くはないですけどね、白くはないんですけれども、まあ人間の体の命としての臓器だということで、まあ尊いということで、みんなこの体の中にこの八葉の蓮華というものがこの収まっているようにこの見えるということで、まあ私たちの命ということを総称して、その八葉の白蓮華というふうにこの言うんだということが書いてありまして、皆さん方にこうやってこの新人の話をしてるんですけれども、私も改めてですね、この調べ直してみてですね、はあ、そういうことかと思って、
皆さん方に間違ったことを喋ってしまったということと、改めて、この、70にしてその初めて、そこの部分を調べ直して初めて分かったことですので、訂正してお詫びして、皆さん方に、お伝えしたいというふうに、思います。じゃあ今日読んだところね、妙法蓮華経と唱え保つというとも、もし古心の外に、法ありと思わば全く妙法にあらず粗法なりというんですね。古心ですね、己の心ということですよね。己の心、それから粗法、粗法という字はねすごいよね。こんなに画数の多い字がですね、鹿が3つ3つ書かれてるんですよね。3つ書かれてる、めんどくさい字ですよね。もうほとんど普通の生活してる人は一生使わないようなその文字ですよね。でこれどう、なんで鹿がその3匹、集まってるのかというとですね、鹿が3匹集まってるんですけど、なんかスカ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 の網目みたいなこの状態になってますよね。網目みたいな状態だから互いのこの間がですね、この透けて、このいる、まあ鹿ですからね。奈良なんか行くと鹿せんべいなんて言って、めちゃくちゃ集まってますけども、せんべいを配らない限りはその鹿は押し合いへし合い、このくっつき合うということはしないわけですよね。その、まあ、体が大きいということもあってばらけてるわけですよね。だからざっとこの集まってると、この有状態、鹿が成立するなんてことはないわけですよね。だからもう全くそのバラバラになって、この統一性がないこの状態でこの鹿が3匹このそこら辺にフラッとこのいる状態ですね。この鹿同士あんまりですね、このじゃれ合うっていうようなこともまあ親子はともかくとしてこのしないらしいですよね。でそれでこの一体感がないということで、このバラバラな状態を祖というふうにこの言うわけなんですね。祖法、全くつながってないようなこの感じに見える状態をこの祖というふうにこの言うわけですよね。でみんなですね、この阿弥陀如来を拝んでる人も、大日如来を拝んでる人もお釈迦さんの仏像を拝んでる人たちもですね、みんな自分の心の外のにある本尊を、その仏をその本尊だというふうに思い込んで、そのみんなその信仰してると言うんですね。だけどこの日蓮大聖人様の示されたこの南無妙法蓮華経の法というものは、このこの間この黒板に書いている南無妙法蓮華経のご本尊様の文字の時にこの説明をしましたけれども、このご本尊様に書かれている私たちが唱えている南無妙法蓮華経の題目は治水火風空の五代の私たちの命そのもの、この全ての命の五元素になっているところの
その命の根源というものがこの南無妙法蓮華経のこの題目、南無妙法蓮華経のこの本尊にこの表されているんだということなんですね。だから自分の命の外のお釈迦さん、南無釈迦牟尼仏とか南無阿弥陀仏とか南無この南無大師遍照金剛とかですね、南無薬師如来であるとか、南無観音菩薩であるとか、南無弥勒菩薩であるとか、いうようなですね、そういうような自分たちの命の外にあるその仏様をですね、一生懸命おすがりして、信じて、そして救ってください、助けてください、守ってくださいっていうふうにそのすがるっていうことは、それは祖法なんだと、このバラバラなんだと、つながってないんだと、全くその当て外れなこの信仰なんだということなんですね。その本当のこの信仰というものは、私たちの命そのものをこの示しているところの、私たち命そのものにこの備わっているところのこの法というものを信じなかったならば、それは正しい信心とはこの言えないじゃないかということなんですね。さあ、それでですね、この妙法蓮華経のこの治水化風空っていうのはですね、この世の中においてですね、じゃあ私たちがこの命の五元素として、この自分たちが絶対に必要なものとして、まあ治水化風空全部この必要なんですけども、まあ例えば空気ですよね。空気はみんなこの世の中のこの空気は一つにこのつながってますから、個数で言えば一つですよね。一つ、おお、あそこの空気、こっちの空気ってないですよね。一つです。その一つの空気を、空気の塊を、私たちはそれぞれの命にこの吸ったり吐いたりして取り入れて、それで生きてるわけだ。自分の体に入った時には、自分の体、命というものを支えてくれるところのこの空気ですけれども、出したらこの自然の中に存在するところのこの一つの空、その空気にこの戻っていくわけですよね。そして今度吸う時には、その違う空気がこの混じって入ってくるということになりますよね。だからフランス人やアメリカ人やイギリス人やインド人が吸ったり吐いたりしている空気を、私たちも吸ったり吐いたりしているわけだ。全体で一つで、かつ私たち一人一人の命を支えてくれているのが、その空気、酸素ということになりますね。水も一つですよね。水も自然界の中にこの一つ、この天から降ってくる雨にしても、海の水にしても、川の水にしてもですね、水道の水にしてもですね、全部このつながってますから、この一つですよね。一つで、それを自分の体にこの取り入れて、そしてまたこの吐き出す、使い終わったらこの排水するということになりますね。出したらまた自然界の中で、その、まあ、自然界と水道局できれいにしてくれて、
それでまたこの使えるようになっていく。でみんなつながっていますから、この一つですよね。一つだけれども自分の体に取り入れた時には、その自分の体を支えてくれるこの存在だということになりますね。この地水火風空五大全部そうですよね。全部その私たちが生活している大地もみんなつながってこの一つですよね。アメリカ大陸とかですね、このユーラシア大陸だとかいうふうに言いますけれども、みんなこのつながってこの一つということになりますね。でそれにこの線を引いて日本だとかアメリカだとか国境がここにある、そのあるんだとかいうことで、自分のものだあんたのもんだっていうふうに言ってますけれども、この世の中には別に線は引かれていないということで、もう全部このつながってる、海の底からずっとこうやってつながって、全部このつながっている一つだということですね。でそれをさっき言ったように、国境で、この国境を定めて、俺の国、お前の国というふうにこのしてるわけですよね。たまに、アホな人が力ずくで、国境を無視するその人間もいるわけですけれども、そういうその人はともかくとして、その一つということになりますよね。ということは、私たちの命っていうもの、妙法蓮華経の命は地水火風空の五代をこの重ねて合わせてる、重ねて示してるということですから、この南妙法蓮華経の法というものが私たちの命の五元素であるということは、私たちの命そのものであるということですから、私たちの命の外にこの妙法蓮華経はなくて、私たちの命そのもののこの中にこの妙法蓮華経のこの仏の道理と仏の命というものがこの備わっているというふうに、その考えなきゃいけないと。つまりおすがりして信心してるんじゃなくて、私たちの命の根本は何なのかということ、そのことをこの私たちが信仰し、私たちが唱えるところのこの南妙法蓮華経というこの題目というものがこの表してるんだと。だから妙法蓮華経というものは双方じゃなくて一体になって、この私たちにこの道理というもの、あなた方の命は妙法蓮華経なんですよ、あなた方の命には仏の命がそのまんまこの備わってるんですよということをこの教えてくれてるわけですから、わざわざこの南妙法蓮華経を自分の命の外のもんだと思って、この南妙法蓮華経におすがりする信心っていうものはやめなきゃいけないということなんですね。今大石寺は階段の本尊が絶対だと、まあ皆さん方に何遍も言いますけれども、階段の本尊が一番で、末寺のお寺の本尊が二番で、信者さんの家のご本尊が三番で、階段の本尊が本体で、二番目三番目その他の本尊はみんな階段の本尊のその影写しであって、この階段の本尊の影をこのみんながその拝んでるんだと。でそれが血脈としてつながってなければ、その影を拝んでも階段の本尊直結の信心にならなければ、この成仏はできないんだと。
階段の本尊にこのお参りしなかったならばこの功徳はないし救われないんだということをこの平気でこの言ってるわけですけれども、そういう考え方であったならばご本尊様にどれだけ南無妙法蓮華経って書いてあってもお前たちの命の外に南無妙法蓮華経の本尊があるんだと、そのお前たちのようなこの下々はこの南無妙法蓮華経の階段の本尊におすがりしなければならないんだというこの信心、つまり個心の外に本尊があるんだということをこの言っていることになってしまっていると、つまり偶像崇拝になってしまっていると。日蓮大聖人様は命としてこの示されたこの紙に書いてますから形はありますけれども偶像崇拝するためにこの本尊を表したんじゃなくて、この南無妙法蓮華経の本尊はあなた方の命そのものなんですよと、あなた方の命をそのまんま映してるんですよということを私たちにこの伝えるためにこの本尊を表したんであって、この本尊の物体におすがりしろということをこの大聖人様はこの説いたんじゃないんだということなんですね。みんなその偶像崇拝になってしまっていると言うんですね。だから皆さん方聞いたかどうかわかんないですけどもね、この学会の幹部がね、このまあ私も間接的に聞いたんですけど、以前ねうちに所属している信者さんでもう亡くなった人がね、うちの本尊にねその学会の偉い幹部が来た時に、あんたんちの本尊は大目上がっとるなっていうふうに言われたと、嬉しかったというというわけですよね。であそこの家の本尊は大目上がっとらと、けしからんと、あんたんとこ上がっとるといいぞと言われたって言うんですよ。あんたんところの本尊、あそこんちの本尊とという問題じゃないですよね。本尊ですからね、どこの家の本尊も本尊ですよね。あんたんところの本尊は大目上がってるけど、あそこの本尊は大目上がっとらんと、本尊にその上がってる大目、何回言って何回の大目言ってるのか分からないですけど、上がってる大目上がってない大目で本尊の価値が違うみたいなことをこの言ってるということですよね。とんでもないその勘違いをこのしてるなと。またそれを喜んでる人にどうやってその大聖人の正しい方を伝えたらいいのかなと思ってその悩んだことがありますけれども、そういうことを平気でこのその言ってましたよね。だからそういう意味でもその本尊はお寺の本尊とか、みな例えば宇都宮さんの家の本尊とか、誰々さんの家のこの本尊とかですね、目先さんの家の本尊、この宮本さんの家の本尊というふうにそのみんなの家にそれぞれ本尊がありますから、本尊は分かれてますけれども、さっき言ったようにこの地水火風空の水や空気と同じようにどこの本尊もみんなこのつながっていて、このご本尊様がこの世の中に何千万ともしあったとしても、この本尊も要するに水や空気と一緒で一つです。ですね。階段の本尊が一番でなんていうランクも何もなくて、
南妙法蓮華経の法というもの、本尊に表された南妙法蓮華経の法というものはこの一つなんです。だからここの本尊が題目が上がってて、そのなかなかいい効き目が強い本尊、ここの本尊は題目が上がってないから効き目の悪い本尊だというようなことがあるわけがないわけですよね。全部同じなんだからですね。つまりみんなのこの命にの中、みんなの命そのものがこの妙法蓮華経のこのお題目の本尊ということなんですね。なんであんなこのむちゃくちゃなこの考え方がその創価学会の中で、そのまた大石寺の中でこの生み出されるようになってしまったのか、本当にびっくりこのしてしまうんですよね。五章どうやってそうやってその解釈してるんだろうと、こんなに明確にこの大聖人様の五章っていうものがこの分かりやすく書かれているのに、なんでそんなこねくり回してそういうこのめちゃくちゃなことをこの言うようにこのなってしまったんだろうということをですね、本当に残念だなというふうに思うんですよね。で、南妙法蓮華経のこの本尊、南妙法蓮華経の題目で、これもこの間申し上げましたけれども、真空の三号に南妙法蓮華経を唱えるとですね。でも順番は口ですよね。まず南妙法蓮華経、南妙法蓮華経で唱えるですね。それから南妙法蓮華経を唱えると同時に心ですよね。口に南妙法蓮華経を唱えるということは、心も南妙法蓮華経でこの唱えると、口は南妙法蓮華経で唱えるんですけども、ある信者さんのところにどうしてもこの夕方行かなきゃいけないことがありましてね、この行ったんです。そしたらそこのお母さんがね、ちょうど五行の最後のお題目この唱えてたんです。そしたら娘さんがこの出てきてですね、今ちょっとお母さん五行してて、そのもうちょっとで終わると思うので、ちょっと待っててくれませんかと、ここに座って待っててくれませんかというふうに言われたもんで、私も邪魔しちゃいけないなと思って、それでその入り口のところに座ってその待ってたんですよね。そしたらお母さん一生懸命ね、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経って唱えてました。で、私が来たって言うとまた、お母さんもさっとやめちゃうから、その娘さんにね、じゃあ私が来たってことちょっと黙っててと、10分か15分で終わるっていうんだったらここで待ってるからってその言ったんですよ。それは南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経って言って、ないないちゃんお風呂掃除しといてよ、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経すごいねと思って、でしばらくしたら、ないないちゃんご飯のスイッチも入れといて、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経ってやるわけですよ。と思ってすごいなと思って、終わって、で用事を済まして帰ってきたんだけど、ちょっと聞いてましたっていうのもちょっとどうかなと思って、ちょっともうちょっと時間が経ってからちょっと注意した方がいいかなというふうに思って帰ってきたんですけども、その南妙法蓮華経って口じゃ唱えてるんですけど、心は南妙法蓮華経じゃなくて、このお風呂の掃除だったり、その炊飯器のスイッチだったりこのしてるわけですよね。
これはちょっとその まずいですよね。口で南無妙法蓮華経、心で南無妙法蓮華経ですよね。それから体ですよね。体はその生き方、行動ですよね。生き方、行動。だから順番で、まあ、3つ一緒ですけども、私たちのこの信心修行っていうものを考えた時に、口でまず南無妙法蓮華経って唱える。そして口で唱えると同時に、この南無妙法蓮華経のその心、口が南無妙法蓮華経だったら、南無妙法蓮華経という心で南無妙法蓮華経を唱えて、そのお風呂や炊飯器のその状態にじゃあこの困るわけですよね。だけどみんな、私もそうですけど、南無妙法蓮華経って唱えると、ああ、あれもやっとかないと、これもやっとかないとって言って、もうなんかすっごいその血の巡りが良くなるのか、いろんなことが次々とその雑念が湧いてこの出てくるわけですよね。で、ああそうだ、あれ思い出したって言って、すごいな、大目の功徳だなとか言って、全然その勘違いしてるんですけど、迷ってるのにもかかわらず、お大目はすごいな、普段忘れてるのにこのその蘇ってきたと思って、頭が良くなっちゃったみたいだなと思うんですけど、大目唱え終わるとさーっと忘れていっちゃうわけですよね。あれは本当不思議だなと思うんですけども、そういう状態、ただの雑念だということになりますよね。で、口が南無妙法蓮華経、同時に心も南無妙法蓮華経の心で南無妙法蓮華経って唱えなきゃいけないということは、南無妙法蓮華経の生き方をこのしなきゃいけないという、心空意、心悔っていう言い方をしますけれども、口、意、身、口、意、心というふうに、空、意、心という順番に、この南無妙法蓮華経の題目っていうものが、その心の中でこの整っていかなきゃいけないと。南無妙法蓮華経ってどんだけその創価学会の人たちが唱えても、生き方が南無妙法蓮華経じゃないわけですよね。池田先生に会わせてくださいっていう南無妙法蓮華経だったりそのするわけですよね。だから、そういうようなこの南無妙法蓮華経だったら、どんだけ南無妙法蓮華経って唱えても、心の外に南無妙法蓮華経があるということになっちゃいますよね。心の中の南無妙法蓮華経を感じて、この南無妙法蓮華経を唱えていかなきゃいけない。雑念でなかなかそのことは難しいですけれども、そういうお題目を一遍でもこの唱えられるようにこのしていかなきゃいけない。そうしなければ、バラバラのこの素法になってしまう。バラバラということは、今言った雑念と、雑念に消されてしまう題目を唱えるんじゃなくて、雑念を乗り越えていくことができるこのお題目をこの唱えていかなきゃいけないんだということなんですよね。だから、ぜひお題目をこの唱えるということが、自分の命として、外ではなくして、自分の命そのものの、自分の命の中の南無妙法蓮華経である、仏の命であるということと、この口、心、体、この真悔に南無妙法蓮華経の題目を唱えるということのこの大切さということをですね、この改めてこの深く考えて、この言ってもらいたいということをですね、この御所を通してですね、このお願いをしたいというふうに思うんですよね。